それでは福岡女子行ってみたいと思います。今日の長文全体像はこちら。まあさすがにちょっとこれ全部やってるとですね、時間がなくなってしまいますので、この色のついた問題、それを一緒に頑張りましょう。すみません、まず第一段落でございます。この問いの一番の検討をお願いします。すみません、ちょっとまず文型から確認いたしますが、空所の左側、もちろんこの watch、 右側に films という名詞がありますので、他動詞ですから後ろの films が目的語ですよね。ですから SVO 第三文型で文型終了ですね。ということで皆さん、空所のところは M、 つまり就職語ですので、皆さん副詞を入れるべきですね。でその観点から皆さん選択肢眺めると、選択肢の B、 これ形容詞ですよね。ですからまずは B を削っていただけると OK。 だと皆さん残った選択肢は全部副詞でございますので OK。 でどんな感じで皆さん映画を見るのかということですが、空所の右側、まずは皆さん深く考えてますよね。そうです。深く考えられているということは、うんたらかんたらな感じで映画を見る。で、さらには複雑な作品である。まあそういうことがわかると書いてますね。まあしかも間違いを含んでる。で、そこまで発見できたということは、選択肢の A。そうです。丁寧に映画を見るからそういうことまで発見するんでしょうね。ですが正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、一箇所だけ注釈ついてますからね。こちらの単語でございます。皆さん、まずはこの空欄2番。先ほどと同じ選択肢でございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、空所の右側は本当と書いておりますが、皆さん、最大のヒントはその次の文章中ですよね。皆さん、文末からいきますが、このような間違いがないようなハリウッドの映画、そういったものは今まで作られてきませんでした。まあ、特に現在完了で表記されておりますので、今までそういうことがあったということですね。ですから空所の右側、真実の可能性が高いということではないでしょうか。そうです。可能性の高さを表しているのは probably。よって正解は C ということでよろしいかと思います。皆さん、続きまして、この下線部 A の問題。問いの2番の検討をお願いします。皆さん、説問の指示に具体例と書いておりますので、ここでわかりますよね。で、皆さん見ての通り、イタリック体で書かれておりますので、映画のタイトル。で、皆さん、説問の指示に一つ含めてと書いておりますので、皆さん、これどれかを書けば OK ですね。ですから、代表して、この皆さん、ゴッドファーザーのところを書いておきます。で、ちなみに説問の指示に簡潔にと書いておりますが、この簡潔がちょっと人によって感覚違うかと思います。ですから、これはもう試験中の答案用紙のサイズ。それを見ながら判断していただいて OK ですからね。で、皆さんそれを踏まえて先頭でございますが、ギャングの乗った車。で、それが皆さん銃弾で撃たれている様子が伺えます。で、銃弾の跡が残っているにもかかわらず、数秒後にはその同じ車が without any blood holes。そうです。銃弾がなくなってるんですよね。ですからそのあたりのことをかけてあれば OK かと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。で、皆さん、この下線部位、ここにあるんですが、説問のアートイ。で、まずはこのアーのところから検討をお願いします。さあ皆さん、これは簡単にいけそうですよね。下線部の右側、that is。まあ、つまりって書いてくれてるわけですから、右側をそのまま訳せば OK。ですから、私たちは比較できなくなると。で、何をと言われたら、今そこにあるものと。で、文末ですよね。過去にそこにあったもの。それを比較できなくなること。みたいな感じで書いてあればよろしいかと思います。さあ皆さん、次の段落でございます。で、先ほどあった下線部 B。で、それに関してこの問いの E ですよね。これがまだ検討できておりませんので、一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、下線部 B、change blindness。まあ、変化が見えなくなると。で、それがどこに書いてあるかというと、皆さん、ここに書いてあるんですよね。皆さん、予期してないとか、皆さん、探知できない。気づかない。で、何にと言われたら、皆さん、変化にと書いてますよね。ですから、変化に気づかないということは、皆さん、変化が見えていないと。で、これ、言い換え完璧ですよね。ですので、今回も説問の指示に簡潔と書いておりますので、最低限このあたりが書けてあれば OK。我々は文末ですよね。自分たちの目の前で起こっている変化。それをすべて予測したり気づく、探知、気づいてるわけではないから。みたいな感じで書けてあれば OK かと思います。さあ皆さん、続きまして、問いの4番。下線部 C はこちらでございますので、検討をお願いします。
さみさん、下線部 C は一つの実験と書いてますが、その右側読んでいくと、確かに実験している様子が伺えますよね。ですがちょっと長いんですが、この students のところから appeared。このあたりまでを皆さん書いていただけると OK。で、このあたりからいきますね。カウンターの前に立ってる生徒。で、その生徒がアンケートを与えられた。アンケートを渡されたんですね。で、それはカウンターの反対にいる人。カウンターの反対側にいる人によって皆さん与えられました。で、その人が何かを取るために reach down。まあ、おそらく下にしゃがんだんでしょうね。で、そうすると皆さん違う人物が立ち上がってきたんですね。で、それに気づくかと言われたら誰も気づきませんでした。そうです。違う人物が現れたことに気づかなかった。まあ、それに気づくかどうかを調べる実験なんでしょうね。ですから、書くべきところさえ押さえておけば点数になるかと思いますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さみさん、先ほどの問いの1番に戻しました。この空所3番ですね。皆さん、残っている選択肢3つありますので、検討をお願いします。これは空詞の右側は lives という名詞がありますので、空詞のところは形容詞。そうです。形容詞を入れたら後ろ名詞にかかってきますよね。ですから、そういう観点から皆さん一発。正解は B ということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて空欄4番。選択肢もあと2個しかないですからね。検討をお願いします。そうです。これ空詞の右側は hard pointed。まあ、現在完了形で書かれております。ということは皆さん昔から指摘してるんでしょうね。もしくは皆さんこのあたりをヒントにしていただいてもよろしいかと思います。これ皆さん don't じゃなくて do not store。そう、あえて not を出してるんですよね。ですから一種の強調。蓄えてません。そうです。蓄えてない。保存してない。保管してない。そうです。そういうことが明らか。だからこそ皆さん do not 否定語で強調してるんでしょうね。ですから正解は E ということでよろしいかと思います。皆さんお疲れ様でございました。皆さん次につながるようにこの記述説明の解き方ですね、考え方をまとめていきたいと思います。で、結局我々は何をすべきなのかということですが、まずは下線部 A で、それの説問の指示に具体例を一つ含めてという表現がございました。で、これがどこにあるのかなと思って本文中探していくと、皆さん for instance、 おお、ここに書いてるじゃないかというか、この for instance の右側、まあ、今回は皆さんゴッドファーザーでございましたが、あ、ここを書けばいいんだね。というふうに皆さんも判断したかと思います。じゃあ結局何をしたのかということなんですが、そうです。記号で書くとこんな感じですよね。皆さん、説問の指示と本文中、ああ、いい回可能だ。そうです。ニアリーイコールを成立させたんですね。で、続いて下線部 B の問題も、まあ、2題ございましたが、まずは1題目。この change blindness。これが一体何なのかということを、まあ、説明しましょうねと言われていたんですが、その blindness の右側に that is、つまり、そうです。左側の言い換えが右側にありますよというサインですよね。ですから書くべきところ、該当箇所はすぐ分かり、そして we fail…、ここを書けば OK。そして同じく下線部 B、change blindness。これが一体なぜ生じるのかという問題があったんですが、変化が見えないという内容が皆さんここにあったんですね。まあ、ちょっと段落をまたいだんですが、皆さんすべての変化は気づきません。そうです。気づいていない。まあ、見えていないということですね。ですから結局はニアリーイコールを探しているだけ。で、皆さん括弧1番まとめておきます。意識すべきポイントとは、言い換えを探しましょうね。で、皆さんこれは必ず見つかりますからね。で、もう一つ重要なのは、訳すべき文章を発見すること。とにかくここを間違えてしまうと点数来ないですからね。で、よく説明の指示なんかに説明せよと言われるので、まあ、ちょっと意訳した方がいいのかしらと思ってしまうかもしれませんが、それはあんまり重要じゃないですよ。とにかく場所が重要ですからね。ですから言い換えを探し出した後はそれをきっちり直訳すること。それを意識していただけるとよろしいかと思います。ということで明日からも頑張りましょう。